今回は Apple Watch の充電器、ポータブルチャージャーです。今回購入したのがこちらです。Apple Watch の充電器、ポータブルチャージャーというものですね。Apple Watch の充電器は先端だけあれば良いという考えになりました。そのポイントを3つお話しします。まずはこちら、サイズが小さくなるということです。Apple Watch を購入して以来、毎日のように使っているわけですが、充電の時に何か引っかかるものがあったんです。Apple 純正の充電器は無駄にコードが長いですし、他の充電器は本体自体のサイズがやたら大きいんです。こちらなら本体より一回りだけサイズが大きいだけなんですね。ここまでサイズを小さくできるのはポイント第2、マイクロ USB が使えるという点だと思います。マイクロ USB が使えるということは手持ちのいろいろなタイプのケーブルが使えるということです。またこのようにモバイルバッテリーにつなげば、このコンパクトなサイズ感で Apple Watch の充電器が完成します。このように磁石にくっつけると、はい、問題なく充電できますね。ちなみに充電の角度、方向は縦だけでなく横でも反応します。斜めでも問題ありません。さらにこのような100均にあるような巻き取り式のコードにもマイクロ USB は対応します。こちらのタイプにもアプローチはしっかり充電を開始しました。巻き取り式のコードも対応するということは、さらにコンパクトな充電環境を準備することができますね。そして最後のポイントが、このポータブルチャージャー自体がモバイルバッテリーになるということです。ケーブルを外した状態でもしっかりと充電を開始してくれます。モバイルバッテリーとしての充電容量は約 700mAh なので、 Apple Watch 1回の充電を問題なくすることができます。電源が確保されていない野外活動時には安心な機能だと思います。この機能はゴルフにも向いているんじゃないでしょうか。ゴルフ場に向かう道中には充電器として使用、プレーの時にはケーブルを外してモバイルバッテリーとして使用することができます。やっぱり充電ケーブルを省略できたり、充電器とモバイルバッテリーとして兼用できるという機能は私には魅力に映ります。ゴルフだけでなく、野外のアップルウォッチ使用時の対策としてこちらのポータブルチャージャーおすすめです。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよかったらぜひ。